こんにちは、ナミさん。バイナンスがイギリスで取引停止、業務停止ですか。まあ、日本も警告を出してますよね。やっぱりね、このバイナンスってのは、もともとが中国のプロジェクトなんですよね。中国発祥、そして香港から世界に広まった世界の一大仮想通貨取引所になりました。ここが脅威なんですよね、きっとね。要するに、暗号通貨というただでさえ分かりにくいものが、共産圏の息がかかったところに全ての通貨データとか資産が持ってかれてるっていうところに、やっぱりね、一定の懸念があるんでしょうね。私もそうです。で、バイナンスっていうのはとっても使いやすい取引所だと聞いてます。私は使ってませんけどね。で、ファンも多くて、そしてね、やっぱりこう取引通貨ペアも多いということで、これがおそらく仮想通貨の世界の主軸になってるんですよ。なんかアリババっていう通販サイトありますよね、中国に対して。中国以外の国にはアマゾンっていうところが台頭してます。この2つが一緒になるような通販サイトってできてないんですよ。これからもできないと思います。共産圏での通販サイトで、民主国家の通販サイトっていうものが、まあ二分してると思うんですよね、世界のマーケット。でも暗号通貨に関しては、これね、今現実このね、バイナンスがもう統一してるんですよ。統一しちゃってるんですよ。もうバイナンスありきで仮想通貨市場が出来上がってます。そこまでのものになったんですよね。となると、やっぱり懸念するのは大いにあるかなと。要するに、こういった暗号通貨のね、資産、情報、個人データっていうのが共産国家に一任されてるってことなんですよ。で、ある懸念をもしね、申し上げるなら、この資産を全てバイナンスを通じて共産党が吸収することも可能ってことなんですよ。今日今すぐにでもですよ。まあそういった懸念があるのはあるんじゃないかなと思いますね。 G7 とかでも話し合われたと思いますしね。で、私もバイナンスというものが出てきた時に、この懸念一点があるからアカウント作んなかったんですよ。他の利便性とかね、有益性とか、それから、まあ、日本語のサービスもしてますよね。ずっとこの懸念だけでした。で、ついに日本の金融庁も今回のイギリスのこういった業務禁止命令もね、ここまで来たかと思ったわけなんですよね。私の懸念と多分イコールだと思います。まあ実際はバイナンスの経営者 CZ さんがそこまで考えてやってるのか、誰かの指示を受けているのか、もしくはこれから受けそうなのか、これは分かりません。分かりませんけども、私たちはちょっと考えなくてはいけないのかなと思いますよね。どちらにしてもバイナンスは資本主義経済の中では疎まれる存在になっているのは確かなんですよ。まあ、ですんで、やっぱりね、 G7 もしくはそれに組みする同盟国というか国家間で使えそうな取引所を作っていかなきゃいけないのかなってところですね。ビットトレックスとかはね、アメリカのところですけども、あそことかに偏るのかなと思いますね、これからはね。まあ、もしくは他にもね、ポロニエックスとかね、ありますんで、バイナンスじゃなくても困らないといえば困らないんですけども、やっぱ積極的に日本のユーザーに使いやすく、いろんな国のユーザーに使いやすくしてくれてるのはバイナンスなのかなと思いますね。まあこれからあれですよね、ビットトレックスにサポートを要求する声も上がってくるんじゃないですかね。まあ、こうやってやっぱり世界は動いてるということなんでしょうか。まあ皆さんどういうふうに思ってですかね。ナミさん、動画を今回もありがとうございます。